サモアマ？運ゲーじゃないもん。プランクトンさんかっこいいですよね。サモアマ。あのマシュマロ焼いたやつ。やめてくれよ盗撮。やめてくれよ。サモアです。はい。それということで皆さんお待たせいたしました。お母さん。フランス VS 日本。お母さん。ファーストマップはサモア。だって。最も新しいコントロール。やめてくれよ盗撮。日本ファイティン。絶対取ってる。お母さんインストールダメだ。エコーバッセなんだ。ちょっと難しいですね。ソジョンがいる分、フランスの方が中距離の睨み合いに関してはピック力ちょっと高めなので、くすぐ、まあ、これはクッキーがどれだけいい形で頼むよ。ところに潜り込めるか勝負の鍵握ってると思いますよ。さあ日本代表、その実力を世界に示す時がやってきました。さあジャパンサイトはアンロックしましたね。ここで解放。さあまだお互い動きがありません。 KSG これは逃げられないか。逃げられないな。まあ、クラス敵がうまくキルを回収した。はい、キル回収はしてます。さあ4対4の当たり合い、そして2個あるぞ。さあいい形でキル回収してますね。さあ日本空気と重ねていく。日本側いいよ。コントロールが解放された。日本完全に取り切りました。 KSG を生贄に。はい、え、待って、クッキーアルティメット早くない？ちょっと待って、クッキーのアルティメット早ない？え、もう上がるんだけど。ちょっと待って。さあ、KSG パンダはどうやら、まあ、捕獲してしまうと他が暴れてしまうというところはフランス側も上がったり。ちょっと早いか。これ KSG 狙いに来てますね。ただこれさすがに無理やりですね。枯葉天才です。ニコさんも早い。エリアを広げますが、ジャパンもそれに対応しておりますね。さあ、クッキーが少し体力を削れていたのが気になりますが、メイ、切ったスキル。ニコゴットハンド、ここでクリオフリーズ。上からフォーカスビーム、あと少し。はい、これうまい。ダブルシガーシステム、うまく変わってる。うまい。クッキーさん、マジでうまい。クッキー、お前がいっちゃうまいんだから。さあ、ミスるんかい。海外キャスターの予想が出ていました。フランス側の方が優勢だったということです。まあ、海外キャスターの皆さん、見てます。わらわら見てますか。はい、自覚しましたか。うちのクッキー誰が止めれん、これ。はい、止まんないぞ、うちのクッキー。はい、さあ、ここでマトリックス展開は壁で塞いだ。上からクッキーが打ち下ろす形。強いよ。あれ、まずいか。返していくニコゴッドハンド。さあ、ゴッドハンドニコのダブルキル。強い。いや、ただミント返した、ミント返した。サポートが両者1名という状態。はい、グラビティフラックスへ重ねていったポコ持ち上げている。ケンシーこれはさすがにまだ耐えたい。え、待って、日本強ない。待って、日本え、日本強ない。ケンシーと引き換えにチームが勝つ。日本チームが勝てばよかろうということですね。これは完全に、しかも残り 5% 無理やり入るしかないですよ。さあ残り 5% アルティメットはない。フランス、しかしケンシーが前線にたどり着けばグラビティフラックスでほぼ罪です。さあそして横を完全にクッキーがロックしているという状況。 KSG はたどり着いたぞ。グラビティフラックスが来た。さあ来ました。うわめっちゃくそ。持ち上げた。さあ2人、これで2人がクリオフリーズ。勝ってんのかい。そのままぶつけて、いやただどうだ、重ねていくか。まだ1トレード。 KSG 再び苦しい。うわースプレー重ねる。ミント重ねてます。いやただシールドバッシュ。しかしここはニコゴッドハンド、うまくキルを返してフランス側が優勢。これニコゴッドハンドっていうの？待って、初めて知った。勝ちましたね。勝ちましたね。ポコが残っている。ニコゴッドハンドの略なん。日本側の反撃というのは難しいでしょう。ただ一応次はですね、 GDH ってのコピーが今回フランスのエンドをね崩れているので、はい、日本側からしたら、まあ、残り 75% 分じっくりと攻め返せばいいだけなので。うわエリアめちゃってるな。エコートブリで敵ミントが裏回ってます。強っ。びっくりキルだ。これはもうイモータリティフィールドも使ったぞ。バースピック、そしてコピー展開。さすがに中間。え？突然のポーズ。まさかのポーズだこれは。あと1ウェーブ。ダメダメタンクサポサポ。ダメダメタンクってなるとなんかちょっと、はい、やだな。いやこれは。さあすでに構成始まっているぞ。日本が。あっつこれフリーザー上がるか。うわ取ったやん。これもう。日本側が取り切れる流れとなりそうだ。そして19%。あ、いた？このまま到達できるプレイヤーを現在クキが絡んでいるので、さあクラウド耐えれるか。このまま日本の優勢は変わらないか。どうだ。いやただかなり時間は、いやただ日本の優勢。さあグラビティフラックスとブリザードが唯一の懸念点ですが、これは間に合わないか。クリアフレーズ1ミリ届いていない。日本お前らできるやん、やるやん。前で寝てます。はい、できんのかい日本。さあパチパチパチ、うおー
行けるんか？言いますね。2国旗ですね。2国旗が外取れ。差をつけて。ソジョ。ドゥーム来た。ドゥーム来ました、ね。勝ちですこれもう。ドゥーム出たら勝ちです。コースに対してドゥームはかなり刺さりそうですね。カウンターとなり得るようなヒーローも今のところはいませんからね。いませんね。はい。もうシグマの。クキトレは誰が止めれんの？俺マジで、はい。ドゥームは止まらないですね。さあまずは睨み合いで2個が一度体力を削られたというところからスタートです。さあこれはもうクキが後ろでスタンバっているのでいつでも行けますよ、うん、あ行ってますね KSG。 さあ正面すでに KSG が相手の行動を制限している中2個、あまさかの対応されてしまった。わーアボーその調子ついていると言っていた2個クキを2人、はい、抑えましたね。抑えてきました、はい、さあこれはまた面白くなってきましたね逆に。さあそして KSG はえこれワンピックしているの非常に大きいぞ、ね、なんかスラムでキルが生まれましたね、はい、あこれ即集団戦に行けばまだスキルがない状態です。ポイントタッチ熱いな。そこ触れるの強いな。入り込んでいる、はい、これサイトに圧力をかけて無理やり当たられてきてますね。さあそしてこれヒルが当たクラウドの阻害瓶から2個のレールガン。ケシーパンツこそ外してしまったがサイズミックスラムなんとかスイカライフで間に合っています。あーこれはさあ壁に叩きつけた。うわっのパルスのミントミント、ちょっと強いか日本重ねていきまして日本側いやエリア取り返しです。ちょっと日本強いか。これはもう最初アボの活躍によってフランス戦局を有利に進めていましたが、うん、今回は KSG のワンピックからチャンスをもぎ取ってきました、ね、さすが俺らの日本穴切り珍しい気がする。かなりそうね珍しいね。まあ取れ切りでエリアを広げようって感じだろうな。横アルティメットもふんだんに残ってるというところで、まずはまた展開遠距離ナノドゥーム、そしてメテオストライクでドゥーム死ぬんじゃね。うわ耐えるんだ熱っ、はい、耐えてます、はい、このあのその間クキが暴れてんねん。った瞬間に止められるのが岩だけなんですよね。そうですね、はい、ハックもなければ、はい、ヒール射線上に入っていれば、ガード日本強い、ほぼ解けないですね、うん、KSG は。なるほどね、はい、まあ、それがさっき言ってたカウンターできるヒーローがいない、ね、アナだったり、はい、ハックだったり、ハックソムラだったり、ね、日本ちょっと強いな。やっぱチームで上がってきてるチームって強いんだな、ね、連携が他の国と違うな全然。形ですね、まあ、ちょっと怖さはあるんですけれども、そしやすい。ハーチ溜まってるね。さあ、ショーポイントの部分は完全に潰している。そして、唯一あれ出したところを、うまい。避けながらロケットパンチで引いた。うまいな。あーやった、あー、ここで茎が落とされましたね。4対5の状況です。サウンドマリアのベイトをされましたかね。さあ、そして、残っていた2個に関しても、オーバークロックで引き出すことはありませんでした。はい。ここは一度当たり合いに関しては、日本側アルティメットをふんだんに使ったラウンドではあったんですが、また KSG が不可解のワンピック。また不可解のワンピックしていきましたね。ねただ、今回は、サイトを重視しましたね。さあ、しかも落ちたのバティカーン。で、迎え行ってるからゼロヒルだな、完全に今。さあ、ここは KSG どうローテーションするか。あーまたナノドゥーム KSG ナノ KSG ナノドゥーム重ねて、さあグラビティフラックスのカウンターですが、ここでは被害者はまだ出ていないか。ミントが苦しい。うわクッキー、クッキーお前どう止めんねんこいつマジで。もう自分で吐くクッキーお前どんだけ強いクッキー、止まらなすぎるクッキーが。これは凄まじいクッキーカーニバル。しかもこれ残り 16% 止まらなすぎないかクキルシオで入るしか。嘘だろこいつ。さあそしてニコソンブラが出てきました。やばすぎる。これはニコ GDH トレーサーでギリギリ入ってくるか、うん、ニコが2人いる入りました、ね、盤面です。クキガチでアイム強い。ニコを使った。クキさんマジでうまいな。残り時間が少ないという中でマトリックス展開のナトロックへ。さあこれニコがもうないですね。あっちのニコが。さあ1トレード。やったぞ。ああ、ただ。変形からのカラクリを持っていった。さらには。まずいか。モード回ってるぞ。まさかの。勝ったと思ったけどまずいか。ああ、ボキャリー三対四。いや、三対三。そのまま。いや、まずいか。落とし切りフランス。ただ復帰は間に合う。復帰は間に合う。日本側もここで一度追い詰められています。これまずいですね。日本側は相当耐えないとアルティメット湧かないですし。お、ここはもう。牽制射撃うわぶねークラブさん。うまくかわした。かわしましたね。さあオーバータイム突入。ただ怖いのが FT ゴッド。
サウンドバリアが上がっています。ここで使っていくドロップザビート、いやこのビートは相当辛いはず。ケースが苦しい、空気のパレスが来ていないという状況でした。惜しすぎるだろう。ここフランス側の反撃、ナットロック、ポーク、そしてニコゴッドハンド、キルを重ねてこのまま逆転。おフランス1本取り返し、惜しすぎるな。さあ KSC は引き続きドゥームフィスト、そしてクッキーのトレーサ ー, あ ー, わー、ここはファーストブラッドが生まれてしまった。ルシオによる吸収か、ね、キル吸収でワンピック、そしてエリアを取っている。おお、2個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 、これは日本の2個、しかもフランスのルシオです。ルシオが消えたのでこれ移動がかなり厳しい。さあ状況はただ2個危ない、危ねえ。そうですね、2個アングルを変えてもうワンピックをさらに取りに行く。さあ岩も入ったぞ。さあそうですね、これ KSG がポイント取れてるのでかすぎるな。さあ生き生きしてる KSG、 そしてエリアの取得は日本側。ファーストブラッドはフランスでしたが、その劣勢を取り返すことに成功。さあパンチ溜まっているか、KSG、エコーになってるな。発してしまったが、ここはなんとかなっています。そしてクッキーがここでカバー入っています。うわ、エッグコーパンチ、ここ壁に叩きつける。しかしここポコダブルキル、ダブルキル、まさかの返して、そしてアームもついている。フランスを負けてはいません。いやーこれはフランス完全にサポートで軽視区切り替えましたね。もうワンチャンあるかと思ったけど、するといった形を取りました、取りましたね。今のはこれも KSG パンダ作戦は通用しないということですか。ちょっと通用しませんね。フランスも今まで結構 KSG に対する圧が強かったんですけども、逆に圧を弱めましたね。クラウドミントが、まあ、この5を背負う形になりましたが、はい、まあ、ただ相手のこのフォーカスチェンジというのが分かったのであれば対応できるサポート2人でしょう。そうですね、はい、ここからが試合、ここから左遷どうするんだ。フランス側が一度ポイントを取り返したという流れから試合スタート。KC のアルティメットと、まあ、クラウドも上がってくるでしょう。クキも上がります。そうですね、うん、さあナノブースト、あ、阻害入ってる、あっつ、ダブルに阻害が入った。そのまま飛び込んでいくは KC、 さらにはクキに対してのナノブーストを回している。後方ラインからイモータリティフィールドでうまく対決、ルシオコピー来た。さあここはルシオコピー、クキルシオいけんのか、ね、本当に。さあこれクラウドがまたキルをしているぞ、回収している。さあ4対5の状況、サウンドバリアも終わった。さあこの干渉力が終わったタイミングであれば日本後期と見るか。クキルシオ大丈夫か、それたまらない、まずい。コピーが終わったタイミング、アボが捉えていきます。そしてグラビティフラックス、いや持ち上げていくわ。クラウド2個落としたが、さあ、では2本取ってるじゃん、エリアフォーバックロックでっか。エリアはすでに2本が取っていますね。さすがにルシオはしぶいか。しかもこれはタンクで KSG が残っているので、これ無理できないですね、フランスは。いいよいいよいいよ、ラストウェブ、はい、けどアルティメントないな、全部使ったな。最後の攻めになるかもしれませんね。ポイント厚い、あの戦では4つ使ったのか。目立ちましたが、エリアを完全に日本が取っていた、先当たりしたいな、取っていました、ね、フランスはキルを重視したので、うん、あ、これはまだいけない、まず。これは岩、なんとか避けたい、ギリギリのところ、ギリギリ、ここはガードで耐えている、まだ耐えている、やったー、気合で耐えた、うわー、耐えているが、きちか、気合でどうにかなるゲームではありません。まあ2個使わしたから、ね、まあ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 、まあ、ただこれはどうだ、ちょっと集団戦が、いや、あれーが、刺した、刺した、そしてどっち勝つんだこれ、わかんねえぞ。サウンドマリアが間に合ったが、対象が少ないという状況、FD ゴッド、ビートだ、3人に対してのサウンドマリア。しかしここはうまくロケットパンチで行動を制限している。いや、死ぬか、お、死ぬ、倒した FD ゴッド、トライキリ、ケーシーは耐えるか、耐えるか、ヒールもらって、耐えていますね。さあ、えらいな、時間が少なくなってきた、92対92。いや、いい入り。さあ、クラウド、岩をぶつけられて、ニコールと、ここで、クキが、シグマコピー、倒した、来た、オーバークロック、ニコー、ニコニコカーニバルだ。さあ、これが日本の流儀、これ勝ったんじゃない、これはもう、そのまま捉えきれるか。さあ、ナイス、すげえ、熱いね、拍手してる。捉え切っていきました、日本代表1本目。時々見ますけれども、うん、時々というか、まあ、よく見ますけれども、はい、ワールドカップでも使っていきます。さあ、ロサンゼルスの舞台で KSG 転がっていきます。これはなんか日の丸みたいなボールです。確かに、はい、まあ、そう言われてやっぱ日本強いんだな今。お、日の丸の丸の部分ですね、梅干しみたいだ。これはまさかの今 FD ごとが対応してきましたね。さあ、うん、かなりいい形で、うめえ、うまい、KSG 岩吹きられて少し体力削られたか、ちょっと一回またセットアップになりますかね、はい、ただ心が痛い。
強いよな。なんか分からん殺しみたいな感じだよね。スクリームとかであえて出してこないから対策が。残り体力が少ないという状況で、いやーしかしそれでも突貫クリオフリーズに引っかかった。おう、クソ強い。落とされてしまったか。いやただですね、お互い落ちてはいるので、これまだまだここからですね、日本の構成は。さあしかし立ち回っていたミホークを落とし切った FD ゴッド。まだクラウドは残っています。かなり積極的な位置は取れてはいる上ですね、はい、さあこれは対応するのちょっと時間がかかるので、うん、フランス側はさあ立ち位置を変えたアボがドゥームやってる。変形しながら登ってきたところ2個を押さえています。さあ第1チェックの周りで現在フランス側が押さえつけているという状況が続いている。ただ KSG 今回ドゥームフィストに切り替えてきましたね、うん、フランス2ホークさんカンパ引き続きドゥームトレになってるな。メイヒーローがいないというところなんですよね、はい、さあここは隠れていた空気、あトレーサーとの睨み合い、これはまずいぞ、いやキルには繋がらないギリギリのところ。キサンうまいなマジで。おい、いや逃がしません。甘いよとはニコディフが、ニコディフ発生しましたね、はい、さあそしてめっちゃ爆発してない。打ち込み相手のエリアを狭めて狭めて、さらには無理やり飛び込んだ空気はコピーで帰ってきました、はい、さあこれでキルをしたら、あクラウド。さあ KSG こそ落ちてはいるものの、第一チェック解放までは見えてきた。ここを落とせれば、落としました。いやただクラウド使ったんだ。そうなんです、さあこれギリギリ、これ触られたら触られるなってか。そうなんです、回復の位置が少し渋いな。ミホークが今ワンチャン渋いな。ナノブーストも上がっています。さあ FD ゴッド、これはヒーリングバイオに来たことで、うん、サウンドバリア使わざるを得なくなりましたね。二人に入ったサウンドバリア、しかし致命的とはならない。そして、はい、ナノデューム崩していく。大チェック。さあ日本代表これで第一突破ができます、はい、うん、まっ、はい、若っ。ちょっと待って、こいつ若っ。素晴らしい KSG フィジカル、はい素晴らしいですね。FD ゴッドは、ね、反応はいや、そのさ若さ出てるな。さあただブリマの本領はここからです。これが大学生か。ここからが本当の頂き。ちょっとこれここ危ない立ち回りしましたけれども、やめてください。若いわ、はい、はい、一度保険がありました。うわぁ、KSG お前が一番強い。投げ置き目に行った。そして誰が止めない。 KSG アングルを変えながら東電用に踏み荒らしているが、バス引いただろこいつ。一応キルには繋がってはいますね。どんだけうまいですが、カーブ自体止まっていない。むしろポコのキルによって若干追い詰められているのは日本側か、はい、さあ KSG のメテロスタイクはまだ上がっているという状況。ここからどう切り崩していくか。日本代表ブリザードワールド本領はここ第2チェックからです。あこれまずいですね。一度メテオストライクで緊急離脱。そして後方ライン柵の上に乗ってしまったか。いやうわワンチャン惜しい。ここは叶わない。惜しい。いやフランス側がうまく第2に入ってからは抑えきれない。これ1回戦闘勝ってももう1回あるからな。1分半だとここ戦闘勝たないとな。とりあえず時間があまりないですね。アルメットもフランス、はい、うまく溜まっている状況なので。あエコやばい。久しぶりに見ましたけれども、さあダブルシグマシステム。いやこれ吐かされた形になりましたね。正直やばそう。リザスとしてコピーを使ったというタイミング。さあそしてキャプティブさんを打ち込んだ FT ゴッド重ねていくものの、これを切る返したらむしろ2個、はい、オーバークロック。サイドでクキは飛ばされていますが FT ゴッド交換ですね。さあグラビティフラックス後方ラインにいるミホークを見ておくと、しかし前線でも2個はキルを発生させているので、ここはイーブンか。あーこれはキルできないですね。いやでもこれきついな。さあポコをなんとか睨んでいる KSG という配置。高台はポコが守り続けています。ただここでポコの体力が大きく削られている。引かざるを得ない。イラリ行った。これで上を取りに行きたいところですけれども、いけるゲンジにしてるな。レイモードの周りは現在ナノゲンジ行くのかな。コントロールしています。ちょっと厳しい状況ですかね。上を攻め切ることはかなり難しそうですね、うん、上はずっとただペイロ進んだら偉いね、いいねめっちゃ。さあそしてここで砲台モードアボ。さあこれミホーク耐えれるか。ミホークはなんとかなりました。いやクキクキえキルを重ねた。ワンピック。そして交代用の状況を作り、ガジェットも破壊した。そしてミホークのナノブースト上がっている。いってもいける。さあナノクキクキにナノをつけました。ただ行 く対象が動かすことはかなり難しいか。今ここで今太陽ニコがうまく崩した。はい挟んでましたね。さあクキがベイト、ニコが捉え、第2チェックフィニッシュが見えてきた。ポイント管理無理だろうな、タンクいないと。さあこれは
少人数制になってます。いいね、これ止め切るのはかなり難しい。残り 1.81 メートルから見ついていたナッツロック、強いな日本。これほどまでには何度も見た光景、セカンドを突破できたというのは大きな情報です。さあここから KC グラビティフラックスアボを持ち上げてのキャプティブさん打ち込み、あモータル入ってない、ドラクト、うわ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 、いやこれはさすがにチームキルですね。そうですね、アルティメットもふんだんに使っていく、はい、しかもこれあのアルティメットを相当使ったことで5人全員生存した状態で日本、うん、前目でセットアップできるので、さあこれは勝てるぞこれマジで。ゴールを決めるための布石になっている。てかフランス戻したんだルシオに。使いすぎが多少否めないですね。まあカートを押すためという理由はあるかもしれませんが。はい、ああ、いやミホークは違うんです。ミホークは歩くアルティメット。歩くアルティメット。さあそしてニコオーバートック。ナラソジャン来る。イモータリティフィールドは切らせた。さあアボ、クキを開始。4-4。KC正面の打ち合いに勝利した。そして。待っていたこの瞬間突破する。いやーこれはオーバークロック、そしてミホークの記録は止まらない。突破するぞこれ。サポート2人が耐えるしかないという展開に対してニコが背中からあっちしっかりと咎めていった。いやあっちペイロードフィニッシュ。彼の本職はスナイパーなので、そうなんですよね、はい、ウィドウ担当ですからね基本は。まあアナはねセミスナイパーですからやってること同じですからね、はい、さあここからアタッカーサイドフランス側の攻めが始まります。さあロテーションロテーションで相手の裏を取る形になりますか、うん、いやただこれ正面ではなく、いやここで正面に回った、いいダイナマイトが入った、ダイナマイト阻害、これは攻めれないですこれは攻めれないフランス、ダイナマイト阻害が入ってしまうとさすがに攻めれません。さすがに無理ですね、無理ですね、はい、これはいやイモダリにフィールドも切った。さあヒーリングパイロンによってうまくニコの生存力が上がっている。あこれダイナマイト、いやただ KSG がまずい。昔からやってる人たちもそうだけどみんながストイックに努力してるからちょっとタンクを失ってしまったので、はい、うわうまいないなし方フランスもよくいなしたな今の。超苦しそうだったけど、いきますかね、放棄しますかね。いや状況的にはこれ当たり直しできますね、はい、これまだ4ああ久喜さんやばい、ちょっとああやただ、うん、このワンピックによってまあ大事は放棄せざるを得ないでしょう。放棄するかもしれませんね。そうですね、放棄しました、はい、ここは第2セットアップ優先で大事は放棄、はい、マジバティストルト早いんだよね、まあ、ここは相当早い突破にはなりましたがブリワにはよくあることです、はい、知れますが、さあやはりここは仕掛け出れねえこれバスティオン、はい、ここで今イモタリティフィールドを切っているので、はい、何かしら追加加えたいところですね日本は。ただフランス側もアルティメット上がってますからね、はい、ちょっと怖いというのが実際のところ。さあクキコピー、ここはバスティオン変身、さあそしてニコダイナマイトがワンピックもぎ取りつつ、いやただヒーリオエグ使っていたはずのフランスが追いかけていた。いやでイーリオバグってるってそれ守りきれんの。フォークがこうぐるぐるぐるってやりましたね。うわエリアエグいなこれ。ここがまた打ち下ろし、あーそして入り口はダイナマイトでスリップダメージ入った。さあそしてなぜかもう上がっているナノブーストとキャプティブさん。さあここの砲台怖かったですが、こういう時に新名いない交差と抜けるの難しいんだよね結構。うわさあキャプティブさん、あ分断がやばい、壁で疲れてるクラウド苦しい、アウトバーストで追いやるが分断がここはブリカードによって足を奪われた。さあようやくフランスここで突破が見えてきたか。いやこれギリ間に合わなそうだな。タッチあもうペロしてない、ものにしましたねチャンスを。止めてる止めてる、えらい、よく捉え切りましたフランス、はい、ただ全員は無理だなこれ復帰。あドゥームだ、間に合わないですよ、ドゥーム間に合うか、ケースこれ飛び込むか、行くのか、えドゥーム飛んだ飛んだ、あボブ止まった、けどいい位置それはそれで。ボブ展開、しかしここはケースを落とされてしまった。ボブは少し遠距離での交戦となります、そうですね、はい、セーフティーファーストのボブ、カーソマリー相当な体力削られている。さあセカンド最後の、まあ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 4分稼げばまあまあまあきました。まあ、カッターケース が体力少し削られたのが気になります。さあこれ HP グラビティフラックス背中を捉えきれ、ケースにつらい、あっ何かそれでよけた、うまっ生きてはいます。逆にポコがこれはピンチになりましたね。さあミホークのナノブーストはまだ使っていな い, いさあケースクラウド入ると早っ、座れたキャプティブさんで応戦、これはキリティックグラスで座れてしまった。いやただこれクラウドよく逃げましたが、いやただ追いかけている、まだ耐えている。いやー切る回収は FT ゴッド
さあ2個1キル返しメテオストライク王星を選択。もう何してんだ何してんだこれ。ケイシこれはギリギリ耐えてる。まだどうか時間稼ぎ。あ、偉いな時間稼ぎ。もう1本は間に合ってますねクラウド。まだなんとかなっています。はい、はい、ゼニアった。さあそしてこの入り口に対してもケイシちょっとお前うますぎないか。入り口警察へ。いやーこれもう抜けられないです、こういう細い通路はドゥームヒス本当に強いんですよ。最強ですからね、はい、はい、完全に抑え切ることが叶います。さあ時間ケイシとお前うますぎないか。1分はもう守れ、1分までは守れなんで。うわあんなめっちゃの、あーあー逃げ切れなかった。あ、ただこの分はしっかりと空気を埋めます。はい、キルトレーダー続け2対1現在フランス優勢。さあ4対3ナットロックのマド展開によって正面のラインは完全にフランスが制圧している。さあ残り時間だ。まあ言うて攻めはあるから。そうですね、40秒残ってこれはさすがに言うても攻めはあるから、まあ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 よかった方よ。1分以上余っちゃってたらね、もう勝ちなくなっちゃうから。さあこれは相手のシグマ構成に、さあどうなるのか、答えなのか。まあ単体フォーカスへの火力を高めるね。イラリーよりも銭だと思ったんだろうね。さあお互い睨み合いですね。まずアタッカーサイド日本側から始まります。さあいい位置を取っているのは日本ですね、うん、この前やったの位置高台ですね、はい、はい、レールの位置。さあそして遠距離火力を叩きつけていくがクラウドまだ試合が動いていない状況で、あいいアングル2個さん。さあ5回目を当て体力を大きく削っている2位を。わーピック2個ピック取った。さあレールガンによるまずは人数差をつけていく。そのまま2個続いた。これは完璧な開幕戦にはなってますね。いけるか、はい、そして空気がうまくこのナットロックのキルカバーを回収したことによって、いや、いけ、大丈夫だよね。アーボーが唯一の懸念点ですが、ここがケース陣にしっかりとカバーです。カバーしましたね。はい、第一チェックはこれで、このルシオをちょっとキルするの難しいね、ルシオは。難しいですね、はい、ちょっと今いいね、第一取ったのでけえな。絵の落下もあったので、いや、クキさん、ね、ウルト早くない、いつもなんでこんな早い。まあ、ただルシオの飛び込みは抑え、なんで 80% ある。これは、はい、ケースでオリーサ、オリーサに変えましたね。さあ、この戦略どうなるか。さあ何かカウンターをされると読んでか、KC オリーサです。少しでも距離を稼いだ方が優勢になってくるこの延長戦、はい、ポコもディーバに変えています。これはですね、あのカート周りの戦いにならざるを得ないので、うん、ドゥーマで管理できないもんな。あ、無理ですね、はい、おっと、これは素晴らしいですね。フランクに来てたプレイヤーを見ると、クラウド、クラウド出た。お前が救うのか、今度はクラウドの番なのか。3人目のアタッカークラウド。あ、ただ後ろのアボ、アボの位置が気になるところ。見ています、クキが見ています。クキが大丈夫ですね、はい、クキディーバが、クキディーバ、なるほど、コピーディーバですか、はい、コピーディーバです。さあそしてこのポコディーバに関しては一度見過ごす形。さあ後方ラインが苦しい状況で浸透滅却が上がったクラウド。いやただ吐かない、でかい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 、まだまだ、はい、いける、まだいける、まだ頑張れる。浸透滅却カートを3段。さあここでケースを守りつつナットロックのキル。さあしかしクラウドも限界でした。強い、強い、いやただクキがナットロックを倒して、いやケースにこのジャベンスピンが終わったタイミングが勝負の切れどころか。押している、押している。さあサウンドマリアとか、うまポコ、ポコディーバうま。なんとかギリギリ間に合ったミホーク、たどり着きはしたものの、ここでフィニッシュ。エコを倒すのうま、一瞬でここまでは十分です。十分聞きましたよ、ね、マジ頼むわ、勝ってくれ。本に対しては阻害瓶投げ込んでいますミホーク、はい、こんにちはと手厚い関係です。うえーあっち隠れてんだ、ドゥームそこに待っていましたね。いや先読みでしたね、うん、今のは。いやもうこれは阻害瓶は完全に立ち位置をコントロールされて、これはディレイキル。あ、倒した。まあ完全に、まあこれは守り切りました。あのメイはちょっとディレイキルをするの難しいんですよ。あの回復したり時間稼ぎされて、そうですね、はい、自分たちコントロールしにくいので、アナ1キル損なう可能性がありますからね。あー取れにしたのか。さあインキル戦、クキには弾は的確に当たってはいるものの、これまだアナ殺されんじゃない、これドームに絡まれていけんのかな。残り40秒、阻害を高台に。今のところ、まあ、日本側は少し引き目でローテーションしてますね。さあ最初に上がってラストウェーブはコピーでしょうか。さあいい位置に2個はつきましたね、うん、この高台を確保できているのは大きい。ただレールガンのヘッドショットには気をつけたい。これフランスきつそう、エリア上のイラリのタレットエグいな、マジで。日本あと1回守りきれば勝利。いいだダイナマイト、ステップダメージ。しかし2個ゴッドハンド、ここはワンピック。いやパイロン壊された、しかも。いやただ空気戻してる、うん、強い、クラウド続いた、ミス優勢。いや 3-on-3、 いやコピーが上がった、ルシオコピーです。あポイントは
触ってるか。これ体力が少ない中、ポコを追い詰めていく。メッコを剥がせるか。あと一歩。強い。さあ落とした。オーバータイム。いったんじゃない？ボブ投入。さらなる人数差を作り、メッコを剥がした。勝った。スタート行って。でかい。オーバータイム。勝った日本。キャプティブさん。つえ切っていきました日本代表。よし。いやあ。まずは。ワールドカップロサンゼルスのこの舞台において重要な一勝。熱っ。成功しました。グッドゲーム、よくやりました。これは熱いな、はい、いやもう海外キャ